16対9の四角の中に生きる寄席です。はい、中西のカップ麺ですね、今回は12月4日から9日の昼休憩に食べたカップ麺およびその他、はい、参りましょう。頑張ります。頑張ります。ミニストップ懐かしのオリエンタルカレーと一緒にミニストップカフェ、これパンのブランドですかね、ミニストップのね、キャベツカレードッグ、ソフトフランスのパン生地にウインナーとキャベツ入りカレーを包んで焼き上げました。まず懐かしのオリエンタルカレー、懐かしのっていうかオリエンタルカレー自体僕食べたことないので、あ、今度食べてみたいと思います。結構甘みのあるね、美味しかったですよ。あのスパイシーではないですね。あーで、あのいわゆるお母ちゃんとか給食とかなんか子供向けのカレーという感じでもない、なんかちょっとそこはかとなく高級感がありました。あ、その甘みのおかげなのか、野菜の。人参はゴロッとしていましたけど、確か、じゃがいも、あったかな。そんなインパクトのあるものではないですが、なんか、うん、美味しかったですよ。なんか、美味しかったですよ。はい。キャベツカレードッグね。オリエンタルカレーを持ちながらね。美味しそうだなと思って、手に取って、これもカレーでしたね。カレーにカレーだって思わず買っちゃったんですけど、バカですね。うん。だからね、オリエンタルカレーのカレーが勝っちゃって、キャベツカレードッグはキャベツとウインナーの感じ、カレーがあんまり感じなかった、僕のミスですね。うん、美味しかったですよ。でもキャベツの食感が良くて、ウインナーもね、すごいいい感じのウインナー、これいいと思います。あの、今度ちゃんと食べたいと思います。はい、次、サークル系タルタルソースのエビカツサンドと一緒に山崎コールスローサラダパン、コールスローサラダとソーセージをパンにサンドしました。タルタルソースのエビカツサンドという割にソースが勝ってましたね。とんかつソースっていうんですか。あ、でこれあのサンドイッチには珍しく、温めて食べると一層美味しく召し上がれますみたいな感じの商品でした。温めました。熱かった。そしてパンは、ね、やっぱりね、2サンドある、1サンドを切って2サンドにしてるもんですからね。まあ1サンドずつ食べますね。2サンドといっぺんにはこう顎がねおかしくなっちゃうんで、1サンドずつ食べると思うんですが、1サンド目をこう食べておりますと、袋の中の2サンド目がね、のパンがね、もうね、温めたそのあれによってベチョベチョになっちゃうんで、サンドイッチを温めた場合はなんかお皿に2サンドもいっぺんに出しておいて食べた方がいいと思います。あのエビカツ自体はあまりプリプリっていう感じはなかったです。まあでも美味しかったですよ。うん、コールスローサラダパン、どうせね、あのね、コールスローと言いながらなんかマヨネーズがすげえんだろうなと思ってたんですけど、割とちゃんとね、あのドレッシングの感じでね、美味しかったですよ。あ、またキャベツだソーセージってあのハムみたいな形の、だから、マクドナルドのソーセージエッグマフィンのソーセージみたいな、あの、丸っこいやつね。やっぱりね、あのシャキシャキしてるのはいいですね。次、ファミリーマートサバ明太ご飯、からし高菜となんかナッパの漬物、高菜ではないと思うんですけど、それとなんか細切り大根たくあんと、でサバですね、明太が塗ってある、これ美味しかったですよ。うん、そば、あのだからいわし明太いわしでしたっけ、食べた、あれ美味しかった。あそこまではね、やっぱり明太そんなに使ってないと思いますので、まあだから明太と一緒にね、お魚を漬け込みますとちょっとみりん干しっぽくなるんですね。だからその感じもいわし明太に比べたらまあ薄いんですが、まあそういうみりん干しっぽいで、ピリ辛の感じもあって、これサバ美味しかったですよ。油もねそこそこありまして、うん、美味しかったですよこれ。まあまあ明太はないにしろ、もうちょっとその漬け込んだ感があったらもっと良かったと思います。美味しかったですよ。高菜だけじゃなしにナッパ漬けもあってみたいな。次、エースコークもちもちラーメン、越後のきねつきもち、国産もち米 100% 使用。もちにラーメンってあんまないですよね。あ、合うかどうか、まあ別に合わなかないんですけど、ベストマッチではないですね。やっぱうどんの方が多分合うとは思うんですけども、ありっちゃありです。はい、ラーメン自体は美味しかった。このラーメン自体も美味しかった。あのスーパーカップの鶏ガラ醤油、あれみたいな感じでしたね。麺は角麺ではなかったですけど、普通の中ぐらいの麺でしたけど、こう美味しかったですよ。うん、餅も美味しかったですよ。うん、餅も良かった。次、明星銀座そば俺のだし監修、俺のラー油肉そばと一緒に、ローソン元祖名古屋名物台湾風肉そぼろおにぎり、台湾料理味仙監修そばね、これ面白かったですね。うん、ラー油辛味、僕にとってすごいいい感じの辛味
ラー油の感じ良かったですね。これね、そばもね結構しっかりしてましたね。肉はね、豚や牛ね、肉そばって言ったらそういうイメージじゃないですか。これ鶏肉でしたね。揚げ玉がね、この揚げ玉僕あんまり好きじゃなかったですね。海苔の普通のただの揚げ玉の方が僕は良かったですね。おお、面白い、美味しかった。で肉そぼろおにぎり、これも美味しかったですよ。うん、辛みのあるね、肉そぼろね、店だから、台湾ミンチっていうんですか。もう次もうどんどん行きます。はい、明星、中華三昧、中国名菜、銀座アスター監修、とろみ醤油麺と一緒に出ましたよ。サークル系オムライス、まあこれは置いておきまして、銀座アスター監修、とろみ醤油麺、とろみのあるね食べ物僕好き、あんかけものとかね大好きです。体がすっごく温まる、本当にねちょっといい中華料理屋さんのラーメンみたいなね。とろみ醤油と言いながら味噌が結構効いてまして、味噌ラーメンみたいな感じが割と強かったですよ。で、ニンニク、野菜もちょっと欲しかったですね。やっぱりね、乾燥野菜、炒めた野菜感がなかなか出ないですね。そこら辺が残念ではあるんですが、ここ美味しかったですよ。他のものも食べられる、それだけじゃなくて食べられるこの量の感じはいいですね。オムライス。ね、先週、サークル系、ドリアだけ、商品名。で、こんなしているキャラクターね、ウルフィ、ドリアの横にね、あるんですよ。オムライス。またこれオムライスだけです。強気だ、すごい強気だ、びっくりするわ。オムライスだけ知らない人見たらなんだこれって、本当僕思い出すまでなんだこれって思いましたからね。中身は美味しい、これも美味しかった。すげえ温めすぎてめちゃくちゃ熱かったですけど、卵の下にデミグラスソースみたいなのが入ってまして、まあまあね、とんかつソース感もあるんですが量が少ないからいい感じでした。前に食べたサークル系のハヤシソースが決め手のオムライスかな、食べた時はソースの量が多すぎたんですね。多分ね、3分の1ぐらいだったらいい感じで食べられたと思うんです。強すぎて、だから多いから、強すぎてオムライスがね割とこう死んじゃいがちだったんで、これぐらいの量だったらねお互い生きて美味しい。うん、ウルフィどんどん前に出てきますね。ウルフィね、今週はこういう感じでした。肉そば美味しかったですね。面白いもんですね。そばにラー油かけても美味しいんですね。サバ明太も良かったですね。今週割と全部良かったですね。当たりの週だ、ちょっと残念なのはエビカツサンドぐらいですかね。そんな感じで、まあじゃあごきげんよう。